今はなんかサッカーができる喜びっていうのをここ数年の中で一番感じてます。オフシーズンとは違ってこうサッカーができないっていう状況が、まあ、プロ生活10年以上やってますから初めてなんで、だからすごい楽しくてしょうがないですし、早くみんなと一緒に練習するのが、はい、楽しみです。サッカーができないっていう個人のことだけを考えるとすごいモヤモヤした気持ちで、まあ、いつ始まるかわからないので、やっぱある程度体も動かさなきゃいけないけど、でもやりすぎると自粛っていう難しい中で体を動かしてました。自分の中で大変なことはもちろんあるんですけど、やっぱ、まあ、視野を広げてみるとそんな大したことはないなっていうふうに感じてしまいますね。やっぱしなんか自分たちは家の中にいればいいですけど、それでも仕事に行かなくちゃいけない、電車に乗って行かなきゃいけない、そういう映像をテレビ越しに見てると、なんかだろうな、もっと大変な人がいて、なんか申し訳ないなっていうふうに、なんか何かこうできないんだ、できないのかなっていう歯がゆい気持ちでいました。なんで本当に自分自身そこまで大変だったかって言ったら、ね、その人たちに比べたらそこまで大変ではなかったと思います。そうですね、家族での過ごし方ですかね。今まではそのどこかに行って遊ぶ、ね、動物園だったり、まあ、イオンでしたり水族館だったり、なんかどっかに行くってことが多かったんですけど、うちで遊ぶことだったりで、あとはまあキャンプ道具を買って、ね、人気のないところでテント引いてテイクアウトでご飯食べたり、まあ、そういう楽しみっていうのはなんか新たな発見でしたね。なんだろう、より一層家族のことを考えながら過ごした時間でもあったかなと思います。もちろんまだまだ、コロナで大変な思いをしている方もいると思いますし、まあ、僕たち自身も、まあ、いつ再開するかわからないのが歯がゆい気持ちの中で、今練習こうやって再開しましたけど、またいつか絶対楽しいサッカーのある週末が帰ってくると信じて、皆さんと一緒にまた一歩一歩コロナ収束に向かって、またいつもの日常に戻るように向かって一緒に頑張っていきましょう。皆さんにスタジアムで会えるのを楽しみにしています。